ンポン。さあ、ちびまる子ちゃん、始まるよ。始まらん、始まらん。いきなり別の番組始めんのやめろや、びっくりするから。なんと、ちびまる子ちゃんで、衝撃の作画を見つけてしまったのです。はい、なんや、絵が上手かったとかそういうことか。なんというか、ペライ感じです。ペライ、何わけわからんこと言うとんねん。そんな意味不明な絵を描くわけ。ペラペラだね。ほんまにペラペラに見えるやん。あ、わかった。何がや。多分これヒロシのプリント付き枕だ。どこに需要あんねん。それは、ちびまる子ちゃんといえば、あれも有名ですよね。あれ、ちびまる子ちゃんのソシャゲ。え、そんなもんあるんか。知らないんですか。ちびまる子ちゃんドリームステージ。そんなん知らんわ。はぁ、仕方ないですね。うわ、めっちゃ腹立つ。ちびまる子ちゃんドリームステージは、ちびまる子ちゃんを題材にしたパズルゲームです。ゲーム画面はこんな感じ。やべえ、反応に困る。2017年時点では、長沢くんの火力が高いと話題に。長沢くんの火力が高いっていう字面が無理。ちなみに、長沢くんが当たった人はこういう扱いを受けます。いきなり長沢くん来たんやが当たりか。自慢ならよそでやってくれ。自慢消えろ。お、もう、ちな、爆利用プレイはインチキおじさんの烙印を押されます。そりゃおもろいやん。えへへ。お前は誰なんだよ。ちびまる子取り捨ては、非属性を使うと長沢くんの家が燃える。レアアイテムで長沢の帽子。トマトを囲んで棒で殴るゲーム。みたいな本当かどうかよくわからない情報が飛び交ってて、本当に楽しいゲームです。わーい。ぜひその目で確かめるがよ、たはは。だからお前は誰なんだよ。